豚の刺繍がするゼラチン室こと我が家杉山の肝デブ野郎が今年の4月24日に行われた映画三重士の DVD 発売トークイベントで DVD を5回以上も見たと自慢しつつこんなこと言っていました。映像の迫力もすごかったけど衣装もかっこよかった。全体のセンスの良さに惹かれた。おい顔面ボガール、お前何かぶってくんだ。お前が言うべき正直な感想は映画に出ていたミラ・ジョボビッチの体もエロかったけど衣装もいやらしかった。ついつい5回もおかずにしてしまっただろうかよ。だいたいてめえみたいな脳みそがバブルスライムでできてるクソ化け物にセンスの良し悪しなんて理解できるわけねえだろ。福岡の人たちにご迷惑かけるのはそろそろやめて、なるべく人目につかないところで死ぬまでジメジメ暮らしてろやゴミクズカビ野郎。芸人の中で一番の嫌われ者であり、お笑いの能力はゼロに等しく、常にうぬぼれ、容姿は醜く、博多に飛ばされた時点でさっさと辞めちまえばよかったのに、まだ芸能界にへばりついている髪の毛ヘドロこと我が家杉山さんについて。俺の名前が出てくるまでがすげえわ。そんな出せる。そんなすごいな。ことまでがすごい。ことまでがすごいわ。杉山さんについて、はい、矢田部さんが、うん、こんないいこと言っていました。お、うん、杉山と組めばナインティナインさんに勝てると思ったんです。わかるな。わかんない杉山さんのツッコミってめちゃくちゃ面白いもんね。東京で杉山さんが MC の番組するの楽しみに待ってますから、博多でも頑張ってよ。あの前振りをしたのにこんな優しいやつ。すごい。大仁田の甘露煮こと我が家杉山の客観デブが、はい、女性自身のインタビューで、お、好きな女性のタイプ聞かれてこんなこと言ってくれました。僕は素直な子がいいですね。言いたいことがあったら全部言ってほしいし、嘘つかれるのは好きじゃないんですよ。はじめまして、私は嘘が大嫌いな48歳の女の子です。はい、杉山って髪型がキモいし、うん、声がエグいし、うん、顔がキモいし、中国製のジャイアンみたいで笑えません、うん、いえ笑えません。ポカーンとしちゃいます。きっとチッも小さくて臭いんでしょうね。まあでかくても嫌ですけどね。ということで、もしこんな素直な私でよければメリケンサックで眉間をぶん殴らせてください。これ素直ですから。素直だな。先日我が家とロッチがやってる番組で、はい、杉山さんの寝起きドッキリ企画やってました。メンバーが杉山さんの部屋を物色しているとトイレに流し忘れたうんこがありました。本当？本当です。杉山、はい、ただ流し忘れたのか、はい、後で食べるために取っておいたのか知らないけど、はい、お前のうんこを想像させられてすっごい不快だったわ。おいスカトル杉山、この人のうんこを食ってみたいという芸能人を言え。どうしても言えないのなら矢田部、お前が爆笑一発ギャグをやれ。俺関係ない。いやちょっとね、僕言いたい、ちょっとどうしても言えないですね。さすがに誰かの食べたいとかは。じゃあ矢田部さん一発ギャグお願いします。いきます。1の方、2の方、撫で方。ラジオで伝わんないギャグじゃん。それ何